茨城県道308号羽黒停車乗線、桜川市ともべき店付近茨城県道308号、羽黒停車乗線は、茨城県桜川市内を通る県道で、JR 水戸線羽黒駅と接続するための道路である。JR 羽黒駅から、茨城県道140号西小花は石岡線まで、東西に結ぶ、延長約 0.2km 足らずの鉄道駅と、連絡する。 一般県道である。羽黒駅と接続する連絡道路としては、駅前ロータリーからまっすぐ北へ伸びて、国道50号に接続する市道がその主役を担っており、市道よりも道路幅の狭い本路線は、その役割は十分果たしておらず、駅前住宅地の生活道路といった様相である。1959年10月14日、新たな県道として、 西茨城郡岩瀬町大和西小花はの、羽黒停車場を起点とし、県道西小花は石岡線交点を終点とする、区間を本路線とする県道羽黒停車場線として、茨城県が、県道路線認定した。1995年に整理番号308となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、 ありがとうございます。